日あんま面白いこと全然言ってないね。腹から声出せよ。へい。気絶した人いるぞ。気絶してる人いるぞ。1ホール3打ずつ詰めていけば、そうだね、僕らもまあ可能性があるということで、まね、諦めずにやっていきたいと思います。それか、オクラ、ありがとうございました。だから7番パー4355、わざわざグリーン開くまで待ったんだから。ドヤさん、それでそれ持ってんの。ドヤさん、あ、それで乗るってことですか。いや、これで、うん、ちょっと山の中腹よりちょっと上行ったぐらいで、うん、うん、ちょうど残るから。今日違うの、勝ちに来てる、ね、勝ちに来てる。あ、完璧だ。スプーン、スプーンのラインですよね。あ、素晴らしい。さあ、ドヤバサ対うなぎ第6話スタート。これもう本当このあれだったらもうスラですよね。行きますよ。スラ行くしかないんです。乗る。あ、いい、いいよ、いいよ、いいよ。これ多分下に落っこってる。当たってないの。ナイス、いいよ。ありがとうございます。ズップさん、ズップのシーン待ち時間でドヤさんに潰されたんですよ。今壊された。やってみ。一発の動きお前やってみ。できんじゃん。残り3ホールで9打差。イエイ。よし、1打でも少ない。諦めないぞ。諦めない。これやろうかな。諦めない。カズプロです。カズプロです。いいし、上げてる。左から、左からが強いね。何ヤード？109ヤードピッチングで、うん、行きます。お、いい感じ。止まれ。おー、すーせ、どすー。76ヤード、はい、58度、はい。あれ、すげえ上げてんな、大丈夫かな。うん、うん、すいません。で、こんだけ芝生えてればもう大丈夫だと思うんだよな。まあ大丈夫だね。そうっすよね。ティーアップしてっから。そうっすよね。30ヤード強お願いします。頼む。おー、いい音した。それそれそれ。ナイス、入る入る入る。おー、ナイス。オッケー。今ちょっと上から打ったでしょ。ゆっくりバンスを上から当てた。全部くっついて、こうやって逆オーバーラッピングで左で体重めっちゃ出した。ナイス。まあ、まっすぐっぽいっすね、確かに。なんかここでなんかあんま切れないっぽいんで。うん、じゃあ僕 2.5 メートル、はい、ワイドパット、はい。あ、ちょっと強い。なんだよその顔。あ、たかります。ふてくしょって。ふりかしげてなんか言っちゃうぞ。ニアのパーパット、はい。あ、オッケー。あんでー。線が足んなかった、カズプロ。ごめん。線が。線足なんだ。俺、上の線に合わせるからさ。あ、そういうことか。うん、そう。何も切れてんだよな。何も太くされてんだよな。いや、切れてないですよ。今のパーパット、あ、パーイパット外しちゃう。大丈夫ですよ。え、何が。何が。さすがに
すげえ プレッシャー感じたの。俺入れなきゃ入れなきゃお前パター持ってきてるから。中8番パー4、327ヤード10打差いきます。皆さん、ワンオン狙いですか、これ。ワンオン狙いはできないね。おー、ナイスショー。おー、いいとこ。すっごい回ってた、今、ブヨさんが。回ってた。うん、って。バックスイング。うお、めっちゃいってる。バックスイングから。いや、ダウン、ダウンで。そうだよ。切り返し以降で、うん、1回転しちゃったぐらい。今だから、すげえこう、目標に背中向けるように。いや、で、そこブルンってなってた。そうそう。めっちゃいってますよ、あれ。うん、ドヤさんの、うん、あのグリップ圧を俺にかけてた。習得した。ね、今日連打今日連打してんの来てる。お願いします。はい、お願いします。ほら、いいじゃん。おー、めっちゃいいぞ。俺のグリップ圧だいい、これ飛んでる。俺とバッサーには打てない球だ。マジで。飛ばし屋の球。飛ばし屋の球だったね。俺ら。ちびごろには打てない球。ちびごろにはなかった。打てない球だ。ちびごろはやっぱアプローチスパッタだよ。当たり前じゃん。で、結成したのは俺だから、俺がリーダーだからね。今バッサーが引っ張ろうとしてた。そう。なのに。リーダーで俺が言い始めたくせに、こいつアプローチクソちゃんって今そこまで俺マスターで中から伝わってきたんだけど。言ってないよ。70ヤード。はい。60度で。はい。よっしゃ。いい音したよ。うえ。ナイス。ナイス。ナイスバーディ。よっしゃ。カズプロよりも寄せろよ。次入れてあげるからちゃんと。ね。翼さん、これは寄せますよ。60ないぐらい。はい、58ヤード。58ヤード。ごっぱち、ごっぱち。ごっぱちで。てめえふざけんじゃねえよお前。打ちない。あ、いや、ちょっと待って。打ち。打ち。あ、いっしょ。すいません。すいません。すいません。ふざけんな。14ヤードぐらい。14ヤード。はい。スライスしましたね。スライスしたね。食って読んじゃった。6メーター。6メーター。バーディーパット。オッケー。惜しいな。見えてたよね。うん。乗ってた。一歩半、パーパッといきます。お、そんなティーショット失った9番のフックしたね。俺は後半初パーだね。そうだよ。9打差した。そんな9番のティーショット失ったの、あのすげえ嫌なティーショットねえ、俺ちょっとお前外して俺ちょっと安心しちゃったもん。俺ティーショット打たないでいいんだと思ってあそこ本当嫌なんだよね。いやー今いいですよね。もう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 そう、珍しいですね。ね、でも俺の転がと違ったもんね。9番パー4、422ヤードからの元気出せ。誰に言ってんの元気出せって。サイさんに。なんで、はい、なんで俺元気じゃん。大丈夫ですか。お前だよ元気ねえの。いや、それならいいですけど。さあ9打差。9打差。まだあるな。お前最後まで真剣にやれよ、はい、お前やります。じゃあ行きます。いいっすか、行って。バッサン、安五郎くんいないっすけど。安五郎くんいないっすけど。いないっすけど。バッサン、はい、9打差。はい、じゃあ行かせていただきます9打差って言った時にめっちゃ悪いかもしれない。おー、ナイス。合わせ打ちしたね、今。ありがとうございます。ナイス。ありがとうございます。ナスゴー君来た。登場、登場。ここで9打差詰めるよ。まだやってみようか。言ってる顔してた、今
あー今遅れてきたけどね、抜けてったか。あれと右ターンホールだよね。右は、あ、そうですね、隣です。うん、そんじゃないんだよね。そんなイプシナオです。いや、なんかやっちゃってるとか、うん、なんかやれって言うんですよ、うん、めっちゃ俺に、うん、俺そういうのやれない人なんですって言ってたら、うん、だからイプシナオおんねんだよって言われた。とんでもないね。いやいや、それはまあ冗談じゃないですか。ひどいよ。完全にロード見えた。見えた。見えたね。見てください。マジか。え？これマジで狙えるじゃん。狙える。これリアル200何十？ 225から230ぐらい。え、ガチでいけるじゃん。開いたら教えてください。ちょっとフェード目がいいよね。そうだね。ユーティリティで220ぐらい。はい、ナイス。ビビった。はい、ありがとうございます。いいとこ置いてたでしょ。マジで。うん。マジでそのあのライン。ここしかないってところ。すごかった。知ってんのよ、レオン。ちょっと待って。知ってんの。すごかったよね。うん、失敗したと思ってたでしょ、俺が。うん。違うから。このコース、このホールのベースポジはあそこ。なるほど、バッサー右行ってるっぽいな。バッサーちょっとね、素人みたいなミスしたね。どういうことですか。素人みたいなミス。もうあそこしかないとこ。いや、もうこれ行っちゃうんだよ。これ右行くんだよ。ああ、ベースポジだ。うん、ベースポジだよ。素人みたいじゃない。ベースポジ。本当にどうや。少ないんでここか。いや、もう全然ちょっと待って、カメラ持つから。よくあれ抜いたね。いや、もう抜くしかないから。ないっすね。カズプロです。よっしゃよっしゃ。87ヤード。どうやったの。マジでふざけないんだよな。62度。はい、1762。これはもう結構振ってドンと受けてるじゃんね。うまいナイス。今めっちゃいらない。ボールだけコンタクトしてる。ナイス。さすが。いや、よくここまで持ってきたね。最高ですね。確かによくあそこ抜けてきたな。34ヤード。お、ちょっと下ってってるよね。うん、けど突っ込んじゃっていいんじゃない。もう入れるしかないから。58度。はい。おう、ナイス。突っ込んだ。ナイス。突っ込みすぎた。見えたよ、うん、気持ちが、うん、決めよう。パパと曲がる。うん、ナイス。早いかった。5歩バーディーパットいきます。ナイスパー。あざす。これ入れて10打差。はい。あ、違う、あれ今そうだよ。そうだ、9打差だもんね。油断しない。よっしゃ、やっぱ10では収めたいね。うん、やっぱ差つけるなら10までっていう言葉があるもんね。言葉座があんの。そうだ。 1.5m。 ボギーパット。よっしゃ。ありがとうございました。よっしゃ。ありがとうございました。ありがとうございました。明日嬉しそうじゃん。じゃあエンディングって言って。ではエンディングへ。グッ。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様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 。なんだっけこれ、レンラン
今日あれあ撮ってたんだ。一応ね、一応で、まあ、一応エンディングを撮ってみてる。ああなるほどなるほど、まあ、これがどうなるか分かんないんですけど。いや俺言いたいことあるんですよ。何何何、嘘だったでしょ。マジ嘘だったよね。だって飛距離も出てたよ。出てない、出てない、飛距離は出てない。いつもよりもっと飛んでる、いつもていうか、いつもより目開いてなさすぎない怪我の巧妙だよ、怪我の巧妙。そうか、うん、まあということでね、はい、結果10打差、うん、まあでも1勝1敗なんで、これで、そうですね、並んだ、まあ、今回はドヤバサチームの勝利ということで、うん、はい、まあまあまあ、うん、なんかね、違和感あるね。まあ、どうでしたか。なんか噛み合ってったっすね。噛み合ってたね、うん、まあ、バーディーも2つ取れたし。そうですね、やっぱバッサン、ぎっくり腰ぐらいの方がなんか、あとなんかやっぱ、ほんと痩せましたよ。マジでなんかちょっとやばいやばい、おじいちゃんみたいに見えてきた。立ってみてよ、ちょっと。マジでやばいんだよ。細いもん、ここら辺が。飯食おうぜ、飯食いましょう。まずはまずだから、うなぎ食ってください、うなぎ。そうですね、うん、あ、そういうことですね。マジ頼んだ、マジで美味しいから、いくら続ける。うなぎはでもやっぱ本当にね、勢力つきますし、うん、本当白焼きはね、いくらでもいけちゃうから、うん、あ、もちろんかば焼きも美味しいですから、うん、じゃあ、うん、お口ください、お願いします。はい、買えよ、買うのよ、買おう、うん、どうした。でもなんか思ったより、ちょっと俺らその警戒しすぎたよね。いや、でもちょっと芝が浮いて入ってきて、うん、ごまかしてたなと思った。ああなるほどね。まあちょっとまだやっぱ全然、ね、全然入り方とかあれは良くないですけど、うん、でもバスさんはじめドヤさんとか、うん、いろいろアドバイスいただいたんで、うん、まあ、ちょっと一から練習し直して、うん、あのチッパーからいきたいと思います。いや俺でも本当使ってんの見てみたいけどね、うん、そのいい意味でなんかこうチッパー使ったら治る可能性あるから、ね、そうっすよね、うん、見てみたい。でチッパーを使うことのハードルをちょっと下げていく。そう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 。チッパー使う人はなんちゃらっていうなんか、あ、そういうのが、まあ、まあね、そういうのなくしていこうよ。なくしていこう。で、カズプロからそれを始めましょうか。ちょっと趣旨変わってるけど、うん、まあそうそう、それ面白いよね、うん。ちょっと安ゴルらしくもあるし。うん、そうそうそう、元気出そうぜ。出ない。ウインクした今。ウインクしました。ありがとう。はい、刺されまくってんすよ俺今、ここやばい、無用すごい、ね、痒そうだもんね。はい、ということで皆さんもね、この動画出る頃にはもうどうでしょうかね、5月、そうだね、まあ夏前ぐらいになると思うんですけれど、あの虫がね、もう非常にね、こう元気になってきてますから、虫を消していただいてね、はい、気をつけて楽しんでいただければと思います。ということでね、今回も浅見ゴルフクラブさんありがとうございました。ありがとうございました。そしてね、サポートしてくださっております、和尚のうなぎさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひね、概要欄に、載せておきますんで、ご興味ある方、ご購入いただければと思います、はい、ということで、まあ僕らの、対決一勝一敗、次回はどんな組み合わせになるのか楽しみにしておいていただけたらと思います、はい、それではこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、インスタグラム、ツイッターもやってますんで、ぜひフォローお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。行きとかなんかやるじゃないですか、いつもやってんだよ、元気ないんだから。和尚うなぎ、どうですか。どうですか、早いんですよ。不安だから。ダメだった。行き、行っちゃってる、やっちゃってる、こっちゃってる。寿司三昧。どうですか。ただ並べてるだけじゃねえか。